さて今日の県内は高気圧に覆われ、朝から気温が上昇し、県内に14あるすべての観測地点で今年の最高気温を更新しました。このうち佐野では35度を観測し、今年初めての猛暑日になったのをはじめ、県内9カ所で真夏日となりました。宇都宮地方気象台によりますと、明日の最高気温は宇都宮、大田原ともに30度の予想となっています。この季節外れの暑さは来週の初め頃まで続く見込みで、こまめな水分補給と体調管理を心がけて熱中症に注意してください。